鏡がみやじは、落語芸術協会に所属する、大みか学士。鏡雄二郎うじ文科。本名、長谷川真ま2000年3月に、国際キリスト教大学卒業後、2007年3月まで、広報代理店にて、会社勤務。その後退職し、2007年4月に、国立劇場第5期大みか楽研修生となる。研修時代には、大み楽の技能だけではなく、 姉死前に必要な成り物、三シャミ戦、また、日本舞踊なども稽古を積み、2010年3月研修を卒業。得意だったのは笛で、今でも寄せで、手林の笛などを吹いている。同年4月、ボンボンブラザースの鏡雄二郎に30歳で弟子入り。その後1年間、話科の前座に混ざり落語芸術協会にて、前座修行を行う。365日休みなく、 勤め、お茶組、座み、布団開始、師返し、死傷法への着付け等、行儀見習い一般を経験した。2011年4月、浅草園芸ホールにて寄せデビュー。現在は、寄せでは、珍しい語学力を活かし、英語で、大見神楽を上演したり、年に一度のペースで、海外公演に参加したりと、大見神楽の可能性を探っている。2018年に園芸断層ユニット、 テルミ男後に参加。ユニット内での呼び名は、ミチル。2014年に結婚。2015年5月に長男を出産している。ありがとうございます。